カワバンガ。どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとね。私、映画紹介人ジャガモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。今回はミュータントタートルズミュータントパニック。はい、ということで今回は絶賛公開されております、こちらミュータントタートルズミュータントパニックね。タイトルにミュータントが2つ入ってくるというですね、煩わしさは若干ございますけれども、こちら早速私公開初日ですね、もうライブ終わっていても立ってもいられず、もうすぐ見たくて、あのギリギリ滑り込みで、新宿バルトナインでですね、滑り込みで見させていただきました。はい、これもともと僕めちゃくちゃ楽しみにしていて、予告編もね出てたりとか、ビジュアルも最高じゃんって思いながら、超見たい超見たいって思ってたんですけども、ちょっとね試写会行けず、このタイミング初日で見させていただくことになりました。で、まずですね、皆さん、見てない方、見に行ってください。はい。かなり僕、今回、大好きで愛おしい、とてもこの人生にとって大切な一本になったなという、素敵な素敵な愛くるしい、愛おしい、とてもいい映画でございました。なので、見てないよ、まだ行ってないよという方、ぜひね、まずこのタイミングで行っていただいて、今日はネタバレありで、僕なりの、まあ、感想、そして、僕なりの、まあ、解説というか、こうだったんじゃないかみたいなところも、ちょっと交えて、話していきたいと思いますので、相当、アニメが嫌いとか、亀が嫌い。まあ、亀が嫌いでもこんだけね、コーティングされていたら、コミカライズされてたら行きやすいと思いますし、相当な理由がない限り、行って、ちゃんと。はい、行ってください。はい、よろしくお願いします。で、僕はですね、まあ、ミュータントタートルズ、今こうやってね、T シャツも着てますし、もうこちらにね、フィギュアも、置いてあるんですけども、正直ガチ勢ではないんですね。そこまで、とことん、オタク級に、追求してるというわけではなくて、ライト層だと思っていただければ幸いでございますので、よろしくお願いいたします。で、今回は、5つに分けてですね、なんとなく5つポイントに分けて、僕の良かったと思っているところ、話をしていきたいと思ってますので、何卒よろしくお願いいたします。で、まずね、序章といたしまして、座組の話をしてしまいますと、まあもうみんな大好きセスローゲンね、童貞映画でおなじみと言っていいのかな。はい、僕にとってはこう宇宙人ポールの吹き替えとかね、声優とかやってたりとか、そういう出演者としてセスローゲン出てる時も結構制作とか脚本に関わってたりとか、作品のコントロールみたいなところに携わっていることが非常に多くて、セスローゲンが脚本なんですけども、今回制作も務めております。そしてジェフ・ロウさんという監督、はい、この方脚本もやられてまして、ミッチェル家とマシンの反乱というね、2年ぐらい去年かなぐらいのアニメ、今ネットフリックスで見れますけども、これラムちゃんがめちゃくちゃ良かったってことでおすすめしてくれて、僕も見たんですけど、まあ良くて、まあ、今回ほどねタッチが似てるかっていうとそうでもないんだけども、なんていうのかな、こう CG3DCG アニメなんだけども、こうエフェクトというか吹き出しみたいなのがポンポンポンって入ってたりとかするみたいな感じが、まあスパイダーバースほどそういうこう混沌とした感じではないんだけど、そういうこうキャッチーなね、表現の仕方、アニメならではの表現してるっていうのも良かったし、普通に脚本、本としても話としてもすごく良くて、まあ家族がねマシンの反乱を止めるみたいな、そういう話で、そのマシン側、まあ iPhone みたいなのが出てくるんだけど、そのマシン側の事情とかもすごく深く描いてたりとか、まあお父さんの活躍の仕方とかすごくね、これもすごい楽しかったんで、このもしミュータントタートルズミュータントパニック見て、ジェフ・ローさんのねまだ見てないという方いたら、ミッチェル家まだぜひ見ていただきたいと思ってます。ちなみにミッチェル家は確か脚本かな、だからその監督っていうのが今回役割としては、ジェフ・ローさんやってますのでよろしくお願いします。はい、ではポイントに分けて話をしていきたいと思うんですけど、まず1つ目、誰もが夢中になってしまう落書きのような愛くるしいタッチ。これはもう予告編でもね、僕もさっきもいろいろ予告の話とかビジュアルの話してましたけども、まあ、タッチですよね。このスパイダーバース以降に出てきたアニメっていうようなフォロワーというかね、そういう受け取れたら、そういう受け取り方も確かにできるんだけど、今回は、そういうこうスパイダーバースみたいに、まあ、スパイダーバースってそのいろんなタッチのスパイダーマン、モノクロもいたり手書きっぽいのがいたり、3CG みたいなのもあってみたいな、それがこう一つの画面に収まるところの、まあ、交通整理の凄さというか、そこがすごいこう混沌としてるんだけども、
同時に、あ、なんかすごい見てる画面の情報量としてすごくこうバーっと来るみたいな、圧がすごいみたいな感じだったんですけど、今回は全体的に手書きタッチなんですよ。で、どれぐらい手書きタッチかっていうと、あの、まあ、キャラクターね、キャラクターもそうなんだけど、結構その、映り込む背景だったりとか、ちょっとしたカット、例えばその信号機っていうのが出てきた時に、まあ、丸がありますよね、信号機赤い丸が、赤いっていうかその丸が3つね。その丸が、あの、もう手書きっていうか歪んでる、まあ、言ってしまえば左右非対称、アシンメトリーのような、そういうこうタッチ。で、あとその、煙とか出てくる時、まあ、こちら、これもちろん 3DCG アニメというか立体的に、見えるんだけど、そのブーンとか車が出てこう、吹き出す煙とかがこう、落書きみたいなね、ふわーっとこう、平面的な、ようなタッチになってたりとか、あの、そういうところがあったりするんですけど、まあ、これが、やっぱりその、パンフ読むとね、その、ティーンエイジャーが書いたような、ティーンエイジャーが作ったみたいにできないかみたいな感じ、だったらしいんですよ。で、まさにそうで、あの、ちょっとこう、落書きしてるようなね、感じが、そのまま、こう、動いてる。でも、平面的じゃなくてカメラがグワグワと動くから立体的でもあるっていうなんか不思議な感覚なんですよね。で、あのこれ、まあ、いいのか悪いか置いといて、あの、フィギュアにしづらいっていうね、キャラクターたちが。フィギュアできるんだけど、フィギュア化できるけど、このタッチは無理だろうという、このタッチの立体化、3D プリンターでは無理だろうっていう、まあ、アニメの、この、あの、フィギュア化、フィギュアっていっぱいあるけど、あるから、まあ、その、まあそれはもちろんね、厳密にはタッチ、もう本来の僕らが見てるタッチと違うじゃんとはなりがちなんだけど、特に今回のこのミュータントパニックの、キャラクターたちは、フィギュア化した時に多分、タッチの差みたいな、なんか違うなって感じの差がすごい、ギャップがすごいと思うし、そのギャップが、その距離がね、あればあるほど、ギャップがあればあるほど、僕はそのアニメとしての、まあ価値というか存在価値みたいなものってぐんと上がるよなって、僕は個人的にはすごく思ってます。だちょっと、まあ、言い方を変えるとこう手書きっていうねことをすごく僕今強調してましたけど、時にはちょっとこう粘土っぽく見えたり、まあ、クレーンアニメっぽい質感だったりとか、もう 3D っぽいな CG っぽいなっていう質感だったりとか、なんか油絵っていうかね絵の具を使ったようなタッチだったりとかっていうそういうごちゃ混ぜの、感じ、すごくだから僕は見やすくて、あの吹き替えで見に行ったんですね。で字幕だとあのスパイダーバースの時みたいにこう字幕追えなくなるかなって思ったんだけど、そんなことない。でもっと言うとタッチもそうなんだけど、カメラワーク、あのね、タートルズたちが喋るとき、こう、例えばカメラがこう振るっていう動作がありますよね。これのドリー感。その手持ちで撮ってるような感じなんですよ。だから、よく見てると、なんか、あの、ブレブレしてないんだけど、ちょっとこう、不安定？大体フィックスで固定でこう撮ってカットもこう、あの、パンしてとか、カメラ振ってとかはあるんだけど、かなりね、なんかね、自分で撮ってるような感じになってるっていうこと、こことかすごく、まあなんか親近感っていうのかな、そのリアリティ。だからその絵としてアニメーションとしてはもちろんリアリティと言えるようなね、あのタッチではないんだよ。その要はピクサーがやってるような、その雨の雫だったりとか海がもう実写と何が違うのって見間違うみたいな、その凄さっていうのは確かに技術の進化としてはあるんだけど、今回一周回っていやもっと手書き感出そうよというかね。だから宮崎駿じゃないけど、そういう風に一周して戻ってきてるのがめちゃくちゃ面白いなっていうのがありました。そのリアリティはないんだよね。リアリティはないんだけど、まあ、撮り方ね、さっきの言ったドリーの感じとか、あとはセリフとかキャラの付け方がまあ親近感湧く、ティーンにしたっていうことがねすごく今回評価されてる作品でもあるんですけど、めちゃくちゃ親近感湧くし、なんか身近な話だから、そのタッチ自体はすごく非現実的、まあすごいアニメーションなんだけど、動きカメラの動きとかセリフとかいろんな気配りによってすごくリアリティがあるし、本当にある世界なんじゃないって思わされる。なんならこの世界ってタートルズたちの面倒見たいっていうか、喋ってみたいって思ってしまうような、そういうねすごい魅力があります。なので今回ね、もちろんここから話のがどうのとかセリフがどうのとかってもちろんあるんだけど、もう分かんなくてもただ見てるだけでこう多幸感に包まれるような、愛くるしいっていうか可愛いでもあったかいみたいな、そういう感じの作品になってましたね。2番目、人間に憧れるというテーマ性。はい、今回のタートルズたちはティーンで10代、13、まあ13、4歳、まあ男の子なんだよね。だから、その、今まで割とこのフィギュアもそうですけど、筋骨隆々なね、特にマイケル・ベイの実写映画というのはあれですけど、マイケル・ベイ版の、まあ、実写版、うん、もちろん実写じゃないんだけどね、3DCG ではあるんだけど、あの時にあったような、こう、マッチョイズムな感じが削がれていく。だからこれおもろいなって思うのは、トランスフォーマーシリーズね、2008年から始まったトランスフォーマーシリーズもマイケル・ベイ
ェイがやってて、ちょっとこうマッチョイズムなところがあったんだけど、トラビスナイトの撮ったバンブルビーからそのマッチョイズムがこうそがれてって、ちょっとしたこうオタク性みたいなものとか、もっとこう身近なもの、その筋肉が全てじゃないよねみたいな方向に、トランスフォーマーもなってったんだけど、今回のタートルズもちょっとそれがあります。で、今回のティーンのタートルズの良さは、さっき言った人間にすぐ憧れてる、だから全然違うんだけど、妖怪人間ベムみたいな、早く人間になりたーいってね、闇に隠れて生きるっていう、あの感じの感覚がすごいあって、だからその冒頭でこうね、まあ、万引きっていうか、スーパーからいろんな食材を盗むんだけど、その帰りだよね、この下水溝のところから、あ、映画見ててね、その下水溝に移動する流れで、この網のところから、パッとこう覗いた時に人間たちが楽しそうで、彼女もいて、イチャイチャしててっていうのを見て、すごい切なそうな顔するんですよ、こうやって。そこだけでね、ちょっとね、泣きそうになっちゃうの、グッと来ちゃう。ああ、このシークエンスだけでもう彼たちが何に悩んでるのかっていうことがすごくわかる。しかもこうスマホとか使ったりとか、BTS とかね、知ってたりとか、K-POP 好きとか、あったりとかするし、アデルのコンサートに行ったとか、そういうワードが出てくるんで、今の子供たち、うん、今のティーンたちの感じっていうのがすごく伝わってきてて、これがね、一つ、後半でも話しますけど、非常に大事なパートになってます。要はですね、彼らは、その、夢、希望を持ってるんだよね。人間になりたい、人間っていいな、人間でいいものだ、あっちの世界に行きたいって夢、希望を持ってるってことがすごく大事で、じゃあこれを持ってないのが、もちろんヴィランズでもあるんだけども、今回のスプリンター。師匠ね、ネズミのお師匠さん、これがやっぱりその厳格な父で、絶対人間と関わってはならないみたいなことを言ってるわけでございますけども、彼はやっぱりその人間に、まあトラウマがね、ある種トラウマがあって絶望して、絶対にこれあってはいけないものだというふうに、思っている側なんですよ。だからスプリンターも言ったらちょっとヴィランズ側の思考に近い。ヴィランズ側は、まあ、思いっきりね、世の中全部ミュータントにしてやろうみたいなやばい、野望を掲げてですね、テロ行為をしようとしてるんだけど、心はスプリンターもそっち側だよねっていう。で、ここがやっぱりすごく非常に今回、キーになってくるかなっていう気がしています。三つ目、ヒーロー映画としてのタートルズ。はい。今回、ヒーロー映画、まあもちろんね、もともとアメコミだったりとか、パロディ的な要素がミュータントタートルズあったりっていうのがもちろんあるんですけども、その上で、まあもちろんヒーロー映画でもあると。で、昨今もちろんあらゆるヒーロー映画がね、バコン作られてて、で、今ある、我々が見てきた、ヒーロー映画、僕も全部見れてるわけじゃないけど、特に近いのは、ジョン・ワッツのスパイダーマンですね。スパイダーマン、なんだ、ホームカミング、ファーフロムホーム、ノエホームほどではないのか。はい。ファーフロムホームあたりまでの、ちょっとこう、青春と、ヒーローと、学園ものみたいな感じのミックス。はい。その感じが今回もすごく、近い、実写の映画の中ではすごく近いです。はい。なんですけど、ちょっとね、ジョン・ワッツのスパイダーマンより明るいんですね。はい。風通しが良い。ジョン・ワッツっていう監督は、やっぱりその、まあ、MCU のね、中で描かれるスパイダーマンにおいて、基本的には大人の怖さっていうところをやってるわけですよ。ジョン・ワッツってコップカーっていうね、ケビン・ベーコンが出てるですね。ケビン・ベーコンがおまわりさんで、そいつの悪徳警官なんですけど、そのパトカーを盗んじゃった子供たちが、永遠に追い回されるっていうめちゃくちゃ怖い映画があって、来たいんですけど、スパイダーマンのね、一作目、ホームカミングで、マイケル・キートンがね、お父さんが悪いやつで、前にキートンが座ってて、後ろにね、スパイディがね、ピーターが座ってて、で、こう、後ろこう振り向いた時に銃が見えてて、で、その時にこう、赤い点滅、赤と青の点滅がチカ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 してるっていう、コップカーの時にもあったですね、ちょっとこう、大人怖みたいなところ。で、ジョン・ワッツ版スパイダーマンはどんどんこう、ノーウェイホームとかになってくると、その作家性がどんどんこう、希薄になってっちゃうんですけど、今回の、そのミュータント・タートルズはですね、その大人の、への恐怖みたいなものが、不利になってるんですよね、うん。そこはない。大人の世界。まあ、ここで言い換えれば人間の世界と言ってもいいのかもしれません。その関わる大人たち、人間たち、が怖いものというよりもという、そこ。そこに、すごく今回の、スパイダーマン、ジョン・ワッツスパイダーマンに近いんだけど、似て非なるものであるというのは、そこかなという気がしてます。で、ヒーロー映画っていう点で言うと、訓練シーンが省かれてるのがすごく僕今回良かったなって思ってますね。こういうこう、まあ、ヒーローもののオリジンストーリーって大体、そのやっぱり、ここで言えば手裏剣だったりとか、剣だったりとか、ヌンチャクっていうのとかを、どうやってこう活用して強くなってったか。そこはもう、はしょられちゃってて、そこじゃないと。
もう強いんだと、タートルズはもともと。いや、その強い、ヒーロー、もうすでになってて、ある程度人間より強いっていうものは前提の上で、じゃあ何が彼らの枷になってくるのかっていうところは、やはり人間と関わってはいけないよ。でもそこの人間に認められるために、悪いですね、スーパーフレアを捕まえるんだ。そこに、やっぱり枷が出てくる。さらに言うと、ヴィランズの側。これはヴィランズって僕言ってますけど、果たしてヴィランなのかっていうところ、ここもね、すごく大事なところで、なのでそのヒーロー映画っていう風に、確かに見ると、もちろん共通点はたくさんあるんだけども、そうではない、ところもございます。はい。で、そこが今回僕は良かったなと思ってますね。で、しかもですね、このヒーロー映画という点で見たときに、やはりその、なんていうのかな、この人を助けようとする理由が、やっぱりその、自己承認欲求というかね、自分たちをこう認めてもらいたい、他者に我々を認めてもらいたい、このミュータントという存在を認めてもらいたいっていうところから来てるので、信念を元に戦ってるヒーローではないというところも非常に大事で、若者なんだよね、ただのね、ただの少年たちで、たまたま強かっただけっていう。で、この子たちがやっぱりその、僕笑っちゃったのは、車がブーってなったところに、ワイスピだ、東京ドリフトだみたいなこと言ったりとか、あと BTS 歌ってたりとか、そういうところとか、その辺にいる男の子と変わらないっていう。ここがやっぱね、すごく大事。でも見た目はこういう亀なんだっていうところ。非常に重要なポイントかなと思ってます。そして、四つ目。ヴィランのビジュアルが最高。はい。最高でした。ほんとアシンメトリーの話さっきしましたけど、タートルズたちは割と、シンメトリー、まあ対象。なんですね。で、それは亀だからしょうがないし、崩すわけにもいかないじゃん。IP だからね。ある程度、まあその、均衡の取れたというか、まあ、とはいえ、こう、甲羅のところにちょっと傷があったりとか、このベルトのところを、なんかテープで巻いてたりとか、ここ腰にいろいろつけてたりとか、まあいろんなとこ細かい気配りはすごいあるんだけど、何よりね、やっぱ今回、ヴィランたちがね、ちょっと最高でですって、このスーパーフライのね、これまあ、ハエ男の恐怖だよね、多分ね。片手がこう、片手がこう、でっかくなっててみたいな、ハエ男の恐怖をちょっと思い出す感じとかあったり、まあ、ビーバップ、ロックステディのね、まあ、おなじみのね、彼らも最高だし、あと、モンド月光か、こいつね。これも最高。で、あと、レイフリエット、これなんだと思ったら、エイなんだよね。エイのミュータント。こいつらももうね、ビジュがね、最高。ただ、ちょっと言っておきたいんですけど、これスカムバグっていうのかな、ゴキブリのね、キャラクターが出てくるんです。で、パンフに載ってないんですよ。スカムバグが。で、しかも、ホームページにね、このキャラ紹介がバーってなってんだけど、ゴキブリちゃんだけいないのよ。で、なんか海外のとこだとなんかあるんだけど、なんでスポイズしちゃってんのそれって、ちょっとね、僕は、ちょっとおこです。しかもね、このスカムバグが、スプリンターとさ、やっぱああいう形になるわけじゃん。あいつこそ、もう一番見にくい。だけど、そのスプリンターとそういうなるっていうこと、結ばれるってことは、すごく重要なことだなって、思ってます。まあ、こういう言い方ね、あんましたくないんだけど、多様性ってね、まあ、その、今、一番こう、描かれるべきとね、されている部分のね、ところではあると思うんですけども、やっぱりその、まあ、見た目がね、その、まあ、トロマ映画的なというか、見た目がそういうちょっとこう、化け物っぽい、キャラクター、そういうことじゃない、その見た目が綺麗だからいいってもんじゃないみたいな描かれ方って他の作品でもよくあるんですよ、割と。なんだけど、どこか、やっぱりその、可愛いを狙ってません？そのデザインみたいなことって結構多いんですよね。なんだけど、今回、全くない。まあ、もっと言えば、媚びてないんですよね。お金になるようなキャラクター造形じゃない。キモいのよ、ちゃんと。キモいんだけど、さっき言った、この、愛おしい、この落書きのようなタッチっていうことが、すごくね、いい形でフォローしていて、その、可愛く見れる。だからまあ、嫌な、その、流行り、まあ、ちょっと前に流行ったことと、キモ可愛いみたいな、それに近いかもしれないんだけど、すごく現実的に考えちゃったら、キモいのよ。なんだけど、すごく愛くるしい。だからその、ミュータント タートルズたちもいいんだけど、車からバンって降りた時にみんなが横並びになった時にね、ここにはいないけど、ワニとかさ、いるじゃない？めっちゃいいのが。ワニも最高だったよね。なんかこう、笑いって豊かな、この横並びだけで僕はね、最高で、タートルズのビジュアルもいいんだけど、どっちかって僕、ヴィランのね、ビジュアルが最高で、この子たちずっと見てたいみたいな。で、途中で子供の時代のね、シーンがね、一瞬出てくんのよ。もうそこもね、可愛くてしょうがなくて、はい。ここのね、ちょっと反射してて、このね、ストリンドに、このね、子供時代のみんながもう可愛くて仕方なくて、もうね、矛盾するようだけどフィギュア化してほしい。うん、フィギュア化してもこの良さは出ないんだろうけど、僕はそれぐらいね、見てみて、あ、そうか、あとコウモリもいたよね。それも省かれてんのか。そう。ここパンフには
ね、あのホームページに載ってますけど、そうで今回ね、僕さっきも言いましたけど、ヴィランっていう言い方してますが、今回ヴィランじゃないんだよね。あの人類にとってはヴィラン、でもタートルズにとってはお友達なんです。でね、このトカゲ、トカゲがいるでしょ、あのヤモリなんかな、このヤモリのね、モンド月光、モンド月光とミケランジェロだったと思うんだけど、車でさ、棒でね、キーって急ブレーキをして、バーンってみんなが吹っ飛んだ時に、スローモーションになって、おーってモンド月光になった時に、ミケランジェロが、ごめんねーっていう、もう、あそこが最高で、要は、これね、ヒーロー映画であると同時にヒーロー映画ではないって、さっきもね、そういう近い話したと思うんだけど、タートルズにとって彼ら、お友達なんだよね、単純に。だからごめんっていうのよ。だからあんなの見たことないじゃん。僕そこだけでもぐっと来ちゃうんだけども、でそのスプリンターとね、心がみんな彼らスーパーフライター近いと思うし、まあ X メン的に言えばもうこれプロフェッサーとマグニートの別れ方と一緒ですよね。同じミュータントって人間からも迫害を受けて辛い思いをしてきた、だから人類潰さなきゃいけないと思っている側と、いやいや守るべきだ、共存すべきなんだって思ってる側のに対立してるんです。スーパーフライとスプリンターはその強烈なその思想をそれぞれ持っていて、もちろんスプリンターはそのテロ行為はしないんだけども、人間には勝っちゃいけない、人間には勝っちゃいけない、どっちもいい。だからそのタートルズたちとこの子たち、そのスーパーフライの子供っていうかね、子分たちはやっぱ同じ感覚なんだよね。どこかきっと人間にちょっと憧れてて、だってさ、やっぱりそのサイだってさ、こうやってテープのね、こうやって持ってたりするわけだし、モンド月光だってこの、スケボーやってるし、レイフィレットだって、その、こうさ、シュノーケルつけたりしてたりするじゃない。だからどこか人間にちょっと憧れてるところ、あの世界いいなーって、居場所がないだけなんだよね。ヴィランズたちはやっぱ居場所がないだけっていうのがまあ言いよくて、居場所を探してるんだよね。そう。だからそのお友達を助けるという展開、最後ね、一緒に住もう、一緒に住んでいいのみたいな。あそことか愛くるしいじゃない。ギュッてしたいじゃない。うち住んでって思うじゃん。うん。で、そこがやっぱね、今回の、もうね、キモいんだけど憎めない、もう最高みんなっていうところがね、最高でした。今回はね。はい。5つ目。これは一体誰の物語なのかというところです。さっきも話しましたけどね、ジョン・ワッツ版スパイダーマンで言うと、ファーフロムホーム。はい。ファーフロムホームの時のラスト、メディアにね、こう、ニュース番組で、ピーターが殺したんだ、みたいなことを言われて、みんながピーターの正体知っちゃって、みたいなくだりがあると思うんですけど、同じこと起きますよね、今回も最後ね。エイプリルが今回は、ニュースのところ、相当無茶でしたけど、スタジオを乗っ取って、タートルズたちは味方だよ、みたいな話を、するわけでございます。で、それがきっかけになって話がガーッと動いていくんですけども、まあ、僕はやっぱりそのスプリンターが、ミュータント解除銃、ガンですね。あれをですね、持って行こうとしたら、バーンって弾かれちゃって、足がちょっと折れちゃったのかな、痛めたところで、うわぁ、どうしようって、で、なるじゃん。で、あそこでさ、やっぱり結構これ、もう助けれる人いたっけみたいな、ヴィランズが来んのかなとか、いろいろこう、頭の中で考えるんだけど、煙の中から、もうその辺のおっさんが出てくんだよね。で、おぉ、大丈夫かとか言って手を差し伸べてくれる。で、女の人が駆け寄って、大丈夫ですか、お医者さんにします、それとも獣医行きますかみたいなこと言った時に、僕、ブーわーうーわーもうベタなんだけどね。もう、まあ、考えれば、まあ、わかるっちゃわかる展開なんだけど、ブーわーってなって。で、それで、その後さ、これもスパイダーマンの、アメージングスパイダーマンの方なんだけども、に近いようなさ、要はガン、銃をね、これが必要なんだろうって言って、リレー形式で、タートルズのところに、でっかくなっちゃったね、スーパーフライのところに、の手元のところにこう届けようとする、あのリレーのところとか、で、途中でさ、人間をさ、運ぶでしょ、あれは、モンド月光かな、が運んでこう、俺が行くぜとかでバーって行くところ、もうそれでブーワーってなって、うわ、やばい、これやばいっつって。で、銃をね、この、使って、この、ここにね、進撃の巨人と同じでバーンって撃ってさ、で、わーって溶けて、バーって分解されて、バーンって。まあ、あれも、殺さないっていうのがいいよね。やっぱその、ミュータントじゃなくすってだけだし、まあ、肺はちょっと最後、とあるところ出てきてましたから、また来んのかなとか思いながら、バーンって解除されて、で、みんなが仲良くね、その後こう、話が進んでってさ、あそこの、トゥーン、トゥーンってピアノの音楽も最高なんだけど、みんなで一緒に住みました、みたいなところまでは予想できるんだけど、高校に行くじゃない。もうね、優しすぎて、僕は。もう、そこの今話したで、ブワーってずっと泣いてんの。うわ、夢叶ったじゃん、みたいな。で、これね、やっぱそのさっきの別のポイントのところでも話してましたけど、この、すごく恥ずかしいこと言っちゃいますよ。野暮なことかもしれません。
かもしれませんが、やっぱりね、その夢や希望を持ってる人たちが勝つんだ最後っていうのがいいんですよね。そして最後に夢を叶えるんだっていうことがもう最高に良くて、でこれはエイプリルも言えると、エイプリルも夢と希望しかなくてティーンだからね。でそれティーンの特権なんだと、夢と希望を持てるのは。まあもちろんね、我々32歳みたいなおじさんももちろん夢持ってますけど、やっぱりその最大瞬間風速というか、もう最大限に熱入れられる夢、キラキラしてる、うん、今じゃやっぱさ大人になってこれはできないかもとか思っちゃうんだけど、やっぱり彼らはやっぱ何でもできるよと、これから先未来無限だよっていうことよね。だからそのエイプリルが、ね、無理やり放送局にテレビ局に入ってバンバンって奪ってさ、真実を伝えるって、あそこのうってなっちゃうところ、あそこもね、うわってもうゲロ出そうなの見て涙、僕はもう号泣でしたけど、やっぱりそのぐっとさ、やっぱカメラがね同じカットになってさ、うわあばあの時のトラウマがみたいな、だけどこらえてうって飲み込んでこう真実を伝える、でもその後またうわーって吐いてもそこで爆笑しちゃう、もう泣きながら笑ってるみたいなことなんだけど、夢や希望を持ってるとやっぱいつかそれを叶えることができるよっていう話になってるわけじゃない。だから、ティーンエイジャーが作ったような映画をっていうようなね話、僕序盤でしましたけど、そういう風に意図してると制作側が、まさにここだよなって、そのタッチも落書きみたいなタッチみたいなことも確かにティーンが作ったみたいな感じなんだけど、もうね、夢と希望に溢れまくる優しいこのクライマックス、エンドロール、畳みかけ、ここまでがやっぱりこれだよなって、ティーンの精神、ティーンが作ったみたいな精神ってこれだよな、何の胸クソもない予定調和かもしれないよ、確かに分かりやすくて恥ずかしいようなテーマかもしれないし、メッセージかもしれないけど、それがやっぱりガツンとねここに入ってくるんですよね。でそれなんでかっていうと、さっき言ってるずっと落書きみたいなこの愛くるしいタッチっていうこともそうだし、演出もそうだし、セリフもそうだし、細かいところの積み重ねがやっぱ上手いよね。はい、上手いからやっぱりこっちはぐっと掴まれちゃうし、まんまと涙流されちゃうということなんだと思うんです。でこれはね、そのさっきのヴィランズのね、主にスーパーフライにも言えるんだけど、やっぱりスーパーフライっていうのはあの夢も希望もなかったんだよね。もう憎悪しかない、人間への恨みしかない、もう敵視する心しかない、それがやっぱりその差別されている、されてた側なんだけど、自分も差別してしまっているね。言いましたが、誰の物語なのって思った時に、先ほどもね、ヒーロー映画としてタートルズのって話があったんだけど、タートルズたちはあのそのまあもちろんね、物語上の成長ってのはありますよ。その自分らの売名行為のために人間を助けようとしてたけど、いやそうじゃないんだ、うん、人間を普通にちゃんと救わなきゃいけないんだっていう風に思い立って団結するってなるんだけど、サラサラしてんだよね、意外とね。サラサラしてて、そこに普通葛藤を抱くのに、実はそこじゃないっていう。じゃあこれ誰が一番成長したんだろうって思った時に、僕はスプリンターだと思うんです。スプリンターはやっぱりスーパーフライと同じだったわけだよね。もうその迫害されて人間恨んで絶対関わっていけない分断の側だったと。かといって何かをしようとするわけでもないっていう消極的なキャラクターだった。でも彼が、最後にこの吹っ飛ばされた時に煙から出てきた人間に手をね、差し伸べられてグッと上がって、で、獣医がいい、病院がいいみたいにみんな囲まれて、人間の善意の、の頃に囲まれて、で彼はそこで、さっきのゴキブリのね、女性と出会って結ばれていくっていう。で、やっぱりその、やっぱり一番彼がその心の変動があったんじゃないかと。一歩間違えれば、やっぱスーパーフライみたいになってたよねって、思える。うん、そんなのがスプリンターなわけですよね。だから今回はそのタートルズが葛藤して成長うんぬんじゃないんだよね。割とそこが楽観的に描かれてて、夢、希望を持ってれば必ずいつか叶うんだっていうところを楽観的に風通しよくやってる。けど、スプリンターってのはやっぱ一番重くて、やっぱトラウマがあって、絶対人間と勝っちゃいけないとかあって、彼がやっぱ一番心が開かれたんじゃないかなっていう気がしております。はい、そういうね、なんかやっぱその素晴らしいテーマというか、ちょっと口に出すと恥ずかしいんだけど、これをやっぱりこうド直球でやるって難しいと思うんですよね。でそれがやっぱりこのさっきも言ったけど、この絵のタッチだったりとか、カメラワーク工夫したりとか、音楽ね、あとね、音楽が良かったりとかっていうところで、やっぱり我々はこうど真ん中にそれをこう直球に受けてしまう。うん、もうなんなら今ちょっと裏切り展開、どんでん返しって言ってもいいかもしれない。こんなに気持ちよく、夢が叶うっていうね話だから、うん、やっぱ高校に行けたっていうのは、でプロムにも参加して最高じゃない？すごい明るいよね。なんかやっぱ僕
ブックスマートじゃないけど、そういう青春映画見てるような感覚にもなりましたよね。いやー、ちょっと僕にとって大事な一本になったなっていう気が、します。はい。ということで皆さんはどうでしたか？ぜひ感想とかね、ご意見、コメント欄に書いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。みんな、最後まで見てくれてありがとうねー。